聖地エアロー・キャンシード軍に吸収された白妖騎士団は標的となったミンとジゼルらと共に軌道エレベーターで脱出させた。だがリンジーの吸収によってミントを奪われる。ジゼルの身柄もキャンシード軍に奪われるかと思われた。その時エレベーターはグレンの炎に包まれた。大気圏内に落下していくジゼルたち、一巻の終わり。誰もがそう思った。だがそもそもなぜエレベーターが軌道を外れたのか、その時はまだその理由を知る者は誰もいなかった。気を失ってるけど。現在地の座標を測定しました。ここは聖地エアロの南方、ディアデム砂漠です。私たちが乗っていた軌道エレベーターがここに落下したのだと思われます。うん、すぐそこに燃え尽きたエレベーターの残骸もあるしね。ミラベルとリンジーはまだ起きてない。私たちで倒さないと。さあ行っておいで。潰すぞ俺。目にもの見せてやんよ。みんな力を貸してくれ。ほらほらほら、これはどうだ。はあ、ぜいぜい、行くよ。覚悟しろや。そろそろだね。一丁暴れちゃおうか。決めさせてもらう。弱肉強食だ。勝利に感謝。なんとか倒せたね。でもここからどこに行けばいいのかな。何はともあれこの砂漠から脱出する必要があるでしょう。砂漠は寒暖の差が激しい過酷な環境の地。しかも水も食料もほとんどありません。このまま時間が経過すれば私たちは全滅する可能性が高いでしょう。本当に大変なことになっちゃったね。あ、ミラベル大丈夫？しっかりして。ジゼル、戦士さん、ここはどこ？どうして私たちここに？ミラベル、それはね、
そう、私たちは宇宙から砂漠の真ん中に落下したってわけね。それにしても一つわからないことがあるわ。何ミラベル、私たちどうして生きてるの？どうして助かったの？エレベーターは大気圏内に落ちたのよ。どう考えても燃え尽きるのが自然じゃない。それなのに私たちは傷一つなく生きてる。これをどう説明したらいいの？ディンジ、気がついたの？大丈夫？ゼル、ここはどこだ？私は生きてるのか？ここはディアデム砂漠。私たちは死んでない。生きてるよ。そうか、生きてるのか。ならば私はお前を殺さなければならないな。あなた何を言ってるの？今は協力してこの砂漠から脱出しなければならないのよ。殺し合ってる場合。黙れ、こいつだけは絶対に許さない。ジゼル、覚悟しろ。お前の命ここでもらう。戦士さん、ジゼルを守るのよ。感じる。そこ、おら、クライナー、行きますわよ。デイ、属性の力が満ちました。カの意を打ち抜け。力とはこう扱うのです。デイ、総員配置につけ。満を持してかかれ。おら、よい。かの意を打ち抜け。行きますわよ。そこだ。デイ、かかれ。おら、終わりにしましょう。クラリッサ、お願いします。ありがとう。感謝しますぞ。ありがとう。そこだ。デイ、やってやる。はあ、そろそろだね。一丁暴れちゃおうか。この勝利に感謝。体に力が。意識を取り戻したばかりなのに戦おうとするからよ。戦士さん、彼女の武器を取り上げて。くそ、返せ。これでひとまず安心ね。さて、こんなところでグズグズしてられないわ。急いで砂漠を脱出しましょう。待ってミラベル、リンジーを連れて行こう。何を言ってるのジゼル、彼女はあなたの命を狙ってるのよ。それは分かってるよ。でもリンジーは一緒に育った仲間なの。置き去りになんかできないよ。お願い戦士さん、リンジーも一緒にね。そんな、リンジーを連れて行かないのなら私もここに残る。何を言ってるのジゼル、いい加減にして。残るったら残る。たとえ戦士さんの言葉でも今回は私聞かないから。どうやら本気みたいね。まったく、自殺行為とはこのことだわ。いい？リンジー、私たちはこの砂漠を脱出する。私たちについてくるのも、ここに一人残って干からびるのもあなたの自由。好きになさい。
でも私たちについてくるなら二度と抵抗しないこといいわね。わかった、言う通りにしよう。よかった、ミラベル、セイさん、ありがとう。彼女の言葉全く信用できないけど、ここで問答している時間がもったいないわ。ジゼルの恩情に感謝することね、リンジ。裏切ったら許さないわよ。それじゃあ出発しよう。みんなで砂漠を脱出するよ。無事であることを祈るしかない。そんな。どうした、仲間を失って戦意を喪失したか。あ、久々の再会だな、ユリシス隊長、そして白妖騎士団当主ステラ・マリー殿。ロッキンガム、なぜここに。担当直入人を白妖騎士団と停戦するためだ。なんだと。我がキャンシード公国が交戦している相手はあくまでレオリア帝国。お前たち白妖騎士団と戦う必然性はない。ここらで手を打とう。お断りします。断ると、我々白妖騎士団はイドラ、そしてダークファルスと戦う定めの武装集団。ダークファルスを復活させようとしているあなたたちと手を組むわけにはいきません。予想通りの教科書に載せたくなるような答えだな。諜報員の情報では騎士団の当主殿は器用な性格だと聞いていた。なかなかどうして気骨がある。認識を新たにせねばならない。ところでユリシスとやら、お前は伝説の戦士シーシアスの息子らしいな。それがどうした。一つ手合わせを願おうか。俺と戦ってもらおう。キャンシード軍の総司令官がなぜ自ら戦いを挑む。お前の力がどれほどのものか直に確かめたくて。俺を撃てば戦いは終わる。お前たちにとっては絶好のチャンスだぞ。本気なんだろうな。俺はいつでも本気だ。手を抜いて生きるのは性に合わない。では行くぞ。勝負だ、ユリシス。戦いはいい。強く賢い者が勝つ。これ以上分かりやすい理屈はない。我がキャンシード軍は上昇の伝説を聞く。俺の指揮の下でな。
この間合いなら攻めるわよ。はぁ、引くわけにはいかない。はっ、とどめです。盛り上がっていこう。はっ、これで決める。まずは守りを固めよ。はっ、とどめです。ありがとうした。ありがとな。任せてもらおう。これで決めるか。アメル、俺は…発動引くわよ。待ってました。これで決めるか。邪魔しない。安心しなさい。敵対勢力の排除を完了。さすがだな、ユリシス。なかなかの腕だ。随分と余裕だな。ついでと言ってはなんだが、もう一つ確認したいことがある。さっきのダークファルステアトルとの戦いでは、お前のイドラが祭神を倒す力となったとか。そしてその力に覚醒したのがこの聖地エアロだそうだ。それがどうした。お前のイドラ、ポラリスとの戦いを所望する。なんだと。ただでとは言わん。俺のイドラを見せてやろう。我がキャンシードの王家の証である、正当なる水属性のイドラをな。一体何を考えてる。言っただろ、お前のイドラと戦いたいだけだ。それ以上でもそれ以下でもない。火の降格をまといて脅せ。険しき巨海がごとく。行くぞ、キャンサーの勇士。目に焼き付けろ。キャンサーのイドラ。このキャンサーこそキャンシードを滑る証。誰にも屈することはない。アリエスの力。こんなものか。薙払え。
しなさい。薙払う。今だぞ。エレメンタルブラスト解放。引くなら今だぞ。火の降格をまといて脅せ。険しき巨海がごとく。門を開きて群れから出でよ。気高き白妖がごとく。引くなら今だぞ。ひれ伏しなさい。薙払う。薙払え。薙払え。薙払え。やった、勝ちました。さすがはダークファルスを葬ったイドラだ。ポラリス、侮れぬな。その力を確かめられたのは収穫だった。キャンサーを出した甲斐があったな。メルビー、はっ、閣下、ここに。ライブラのゾディアートを確保した今、もはやここに用はない。撤退するぞ。はっ。待て、ロッキンガム。待てと言ったか。
今の白妖騎士団の戦力で我が軍に勝てるとでも思っているのか。お前も将なら飢餓の戦力の差を把握した上で戦いに挑むべきだ。それに俺はお前たち白妖騎士団とは戦いたくない。お前たちはいざという時の保険だからな。なんだと？保険？それはどういう意味ですか？どうとでも解釈するがいい。ではさらばだ。全軍撤退するぞ。速やかにアバロンへ帰投せよ。このバカバカしい暑さにもいい加減飽きてきたわね。戦士さんが涼しい顔して歩いてるのが信じられないわ。彼女も疲れているのかおとなしくついてくるようになったわね。どうしてこんな砂漠ができたのかな。アストライア様から聞いた話だと、大昔ここには高度な文明を持つ国が栄えていたそうよ。昔はここに国があったの？それがどうして砂漠になっちゃったの？戦争が起きたの。そして戦いにダークファルスが投入された。ここにあった国はそのダークファルスの炎に焼き尽くされてしまったらしいわ。たくさんの都市が一夜にして焦土と化し、多くの人たちが死んでしまったそうよ。罪なき人々を戦いに巻き込むとは非道だな。あら、意外な言葉ね。あなたたちキャンシードがダークファルスを復活させようとしてるのも同じことでしょ。違う。我がキャンシードは遥か昔列強諸国に攻め込まれ王を殺された。国の地位を公国に落とされ、我が国が持っていたダークファルスもその時に封印された。我々は不当に奪われた我が国の尊厳を取り戻そうとしているだけだ。それでダークファルスを復活させて復讐をしようとしてるわけね。陳腐な理由だわ。リンジ、この砂漠をよく見て。ダークファルスを復活させると何が起きるのか、この砂漠を見ればわかるよね。あなたは誇り高い軍人のはず。そんなあなたがダークファルスを軍が利用し、何の罪もない人たちが殺されるのを許せるの？うるさい。私は軍人だ。上官の命令であれば従うまでだ。お前のような裏切り者とは違う。お前に我が国を批判する資格はない。うん、そうだね。私に批判する資格なんかない。でも私は思ったの、このままじゃいけないって。セイさんと出会って、白妖騎士団と一緒にいて、そしてこの砂漠のことを知って。黙れ黙れ。お前の言葉なんか聞きたくない。なんだこの地鳴りは。地面の中に何かがいる。魔物だ。みんな戦おう。邪魔よ、どきなさい。感じる。そこ行きますわよ。えい。そんな。毒づか消えなさい。かの意を打ち抜け。行きますわよ。元気になーれ。
属性が満ちたわ。やばい、早く指示を出しなさい。邪魔者はさっさと片付けましょう。かの意を打ち抜け。力とはこう扱うのです。やってる。もう我慢できない。一丁暴れちゃおうか。そう、弱肉強食だ。俺様がライナーよ。決めさせてもらう。これで終わりか。なんとか倒したね。リンジ、戦いの最中に姿が見えなかったから逃げたのかと思ったけど、ちゃんといたわね。お前たちに武器を奪われてるんだ。身を隠すしかないだろう。口論は単に時間と体力を浪費するだけです。先を急ぐべきでしょう。ニューの言う通りだよ。二人とも行こう。分かったわ、行きましょう。リンジ、ついてきなさい。ニュー、この先はどう進めばいいの？ここまでの進路をもとに計算すると、今日も散々歩いたけど、いつになったらこの砂の景色とさよならできるのかしら。歩き続ければきっとそのうち終わるよ。さあもう寝よう。動くな。抵抗したらジゼルを殺す。これは脅しじゃないぞ。あなた、いつの間に銃を。昼間お前たちが魔物と戦っている間にな。銃の隠し場所はその前から突き止めていた。お前たちに服従を強いられてきたが、これで立場が逆転したというわけだな。ジゼル、お前はキャンシードで裁きにかけられる。逃亡は重罪だ、覚悟しろ。そして戦士とやら、お前もジゼルと共に連行させてもらう。お前は我がキャンシードにとって脅威となり得る存在だからな。巻き込むのはやめて。分かってないな、ジゼル。お前たちの命は私の手の中にあるんだ。お前の大事な戦士さんとやらもいつでもこの銃で撃ち殺せるんだぞ。じゃあ私を撃ったら。なんだと。ずっとあなたが望んでたことだよね。いいよ、私を撃っても。ジゼル、何を言ってるの？正気なの？そうか、覚悟を決めたようだな、ジゼル。いいだろう。お前の命を奪うのは私の使命であり、宿願だった。エデンでお前に殺された仲間たちのためにも、お前は私が殺す。やめて、撃たないで。死ね、ジゼル。ジゼル、ジゼル、ジゼル、しっかりして、ジゼル。心配するな、急所は外してある。だが私に抵抗するような動きを見せたら、お前たちも同様の目に遭うと思え。
リンジー、もうそれで終わり？ジゼル、戦士さんに手を出すことは私が許さない。そんなバカな。急所は外したとはいえ、起き上がれる傷ではないはず。リンジー、銃を捨てて。うわぁ、クレナ。なぜ、なぜ死なない。戦士さん、手伝って。リンジーを取り押さえる。ひらめけ。感じる。そこ。おおだ。クライナー。行きますわよ。デイ。いつでも行けるよ。全力で行く。食らえ。かの意を打ち抜け。おおだ。クライナー。力とはこう扱うのです。デイブラスト。決着をつけよう。みんなで勝ち取った勝利だよ。ミラベル、リンジーの武器を取り上げて。わ、分かったわ。くそ。これでもう大丈夫だね。セイさん、怪我はない？うん、そうだよね。やっぱり気になるよね。セイさん、ミラベル、私、自分の本当の力を隠してたの。今まで黙っててごめんね。本当の力？私の体の中に流れているイドラの力、それは本当はアンドロメダじゃない。私のイドラはフェニックス、不死鳥のイドラなの。フェニックス？そう、攻撃されても命を失うことはない特別な力を持つイドラ。その再生の炎で自分や他人の命を守ることもできる。再生の炎、もしかして。軌道エレベーターが落下して燃え尽きたはずの私たちが助かったのもその力なの？そう、私がイドラの力を発動させてみんなを大気圏突入の炎から守ったの。命を失うことはないだと。じゃあ私はお前を殺せないのか？うん、あなたには私を殺せない。そんなバカな。不死の能力を持つフェニックスのイドラだから、あなたではなく私が天使に選ばれたの。天使？それは何を意味しているのですか？天使、それは鬼神ダークファルスケイブのよりしろ。私はケイブの心臓部であるよりしろになるためにキャンシードに拘束されてたの。私は物心ついた頃からエデンという施設で育てられたの。そこは表向きは孤児院として運営されてたけど、本当はキャンシードの極秘施設だった。エデンには国内外から拉致され
集められたたくさんの子供たちが収容されていた。時には親や家族を殺されてまで才能がある子供が連れてこられたの。才能？そう、エデンに集められた子供たちにはある共通点があった。それはみんな特別なイドラの力を持っているということ。エデンでは子供たちはダークファルス復活に重要な役割を果たす存在、天使の候補者として育てられた。自由はなく厳しい辛い訓練の日々。でも天使になれば国からは栄誉を授けられ、満たされた自由な生活が約束される。私たちはそう教えられた。だから厳しい訓練にも耐えて助け合いながら暮らしてた。あの日の事件が起きるまでは。うん、そう、エデンの仲間の子供たちが皆殺しにされたの。私にはその日の記憶がない。でも気がついた時には、私の周りでみんなが倒れてて、手には血まみれのナイフが握られてた。私は自分でも知らないうちにみんなを殺してしまったのかもしれない。前にあなたが言っていたのはその時のことだったのね。あの日、私はジゼルとの訓練で重傷を負った。この片方の角もその時に折れた。私は急遽病院に担ぎ込まれた。だからあの日エデンにはいなかった。私があの時エデンにいればみんなを守ってやれたはずだ。ジゼル、お前は天使に選ばれるために私がイヌマにみんなを殺したんだ。私はそんなつもりは。黙れ。事実お前はその後天使に選ばれたじゃないか。私はお前を許せなかった。殺された仲間たちの無念を晴らさなければならないと思った。私はエデンを脱走した。そして士官候補生だったロッキンガム閣下のもとに走った。ロッキンガム閣下の蜂起にも加わり、以後ずっと閣下のもとで戦ってきた。全ては国と軍の保護下となったお前にいつか復讐するためだったんだ。それなのに私にはお前を殺せないなんて。私は殺された仲間たちに何と言って詫びればいいんだよ。リンジ、私は不死の力を持ってる。だけど私の命を絶つことができる能力を持つ人もこの世界にはいるの。それは戦士さん、あなたは聖騎士。この星を守るためにダークファルスを倒す力を持つ特別な戦士。聖騎士であるあなたならフェニックスの力を持つ人間の命をも絶つことができる。あなたは私を殺すことができる。私にとって運命の人なんだよ。ジゼル、あなたはマスターが聖騎士であることを知っていたのですね。私のこの肩の羽の飾りは聖騎士を探知するセンサーになっているの。本当は自らの命を脅かす危険な聖騎士の存在を事前に探知するための装置。でも私にとっては私の命を奪ってくれる人を待つための希望だった。私がダークファルスの依り代になることから救ってくれるのは聖騎士だけだから。だから
運命の人だというわけね。ならば、なぜさっさとこいつに殺してもらわなかった。お前はこいつの元に逃亡した。殺してもらう機会はいくらでもあったはずだ。お前は結局死にたくなかったんだ。綺麗事を言うな。そう、あなたの言う通りだよ。私は綺麗事を言ってる。私は戦士さんに殺してもらうためにキャンシードから逃げてきた。でも戦士さんに出会って、戦士さんと話して、戦士さんと一緒にいて、私は死にたくないって思った。戦士さんと一緒にいたいって思った。戦士さんのそばにずっとずっといたいって思ったの。だから戦士さんに自分のことを言えなかった。ずっと隠してたの。ごめんね戦士さん、戦士さんに本当のことを言わなくて。でも、もしもダークファルスが復活しそうになったら、私をためらわずに殺してね。私はそのために来たんだから。その日が来たら私たちはお別れする運命だから、今は戦士さんとのかけがえのない日々を大切にしたい。それが私の願いなの。騎士団の皆さん、道中お気をつけて。ありがとうございます、パロミッドさん。滞在中はお世話になりました。そして、ミントさんを守れなくて、本当にごめんなさい。そんな、謝らないでください、ステラさん。ステラさんたちは一生懸命戦ってくれました。もし騎士団の皆さんがいなかったら、もっと簡単に、ミントちゃんは奪われていたはずです。ところで騎士団の皆さんはこれからどちらへ。はい、ローザリンデさんと合流しようと思ってるんです。ローザリンデさんのもとに各地の帝国軍が続々と集結しつつあると知らせがあった。キャンシード軍と戦うためには十分な戦力が必要だと分かったからね。それと火のゾディアートのこともある。キャンシード軍の狙いである4人の正統属性のゾディアードのことですね。土属性のアストライアさんと風属性のミントが奪われてしまった。残る火属性の正統ゾディアードであるローザリンデさんの身はますます危うい。今は何としてもローザリンデさんを守らなければいけないと思ってね。そうか、またローザリンデさんが狙われる可能性が高いんですね。ステラ、ジゼルたちのことが心配なの？うん、軌道エレベーターが炎に包まれるあの光景が目に焼き付いて離れなくて。ステラさん、でも私の思い込みというか希望なのかもしれないけど、ジゼルたちはきっと生きてる。そんな気もするの。だってジゼルや戦士さんがそう簡単に死ぬわけないもん。私信じてる。そうだね、僕も同じ気持ちだよ、ステラ。私はメディックをしています。人の命に密接に関わる仕事ですが、命というものは時に想像を超えるような強さを見せてくれることがあります。ジゼルさんたちの命の強さ、そしてステラさんたちの希望の力を私も信じます。はい、パロミッタさん、ありがとう。ミントのことはきっと僕たちが助け出してみせるからね。はい、私も希望を持って待ってますね。
リンジ、大丈夫？私にはジゼルを殺せない。私の今までの復讐にかける思いは何だったんだ。まだ復讐なんて馬鹿げたことを考えてたの？あいつに殺された仲間たちの無念を晴らせるのはもう私しかいないのに。あなたの気持ち分からなくはない。私も昔住んでいた村を人狩りたちに襲われ、家族や村の仲間たちを皆殺しにされた。生き残った後はそいつらを探し出して復讐してやるってずっと思ってたわ。でも賢者と称えられたアストライア様のもとに身を寄せてから考えが変わったの。歴史を研究されているアストライア様から私はたくさんのお話を聞かせてもらった。人の歴史の中で復讐と憎悪の連鎖が絶え間なく繰り返されてきたことを、たとえ私が一時の復讐を果たしたとしても、それが残された人の新たな憎悪を生む、私と同じような境遇の人間を生み出すだけ、キリがない。だから復讐なんてやめたの。腰抜けだな。ええ、腰抜けと言われてもしょうがないわね。私も考えを切り替えるには時間がかかったわ。なぜお前はジゼルたちと行動を共にしてるんだ？私にはどうしたらその復讐の連鎖を止められるのかわからない。でもジゼルと戦士さんに何か予感を感じたの。この人たちなら復讐という考え方を超えた何かを教えてくれるかもしれないって。復讐への思いをまだ心の中のどこかに眠らせている私を救ってくれるかもって。あ、何？ミラベル、リンジ、いつの間にか魔物に囲まれてしまってる。おしゃべりが過ぎたようね。ジゼル、どうすればいい？戦って魔物の包囲を突破するしかない。リンジ、あなたも力を貸して。私に指図するな。自分の身は自分で守る。なんだ、魔物がやられたぞ。あんたたち大丈夫か？あなたは？さすがだね、イオ。狙いがすごく正確。リリッリリッ。とにかくエネミーを倒そう。マトエさん、そっちは頼んだ。うん、任せて。そこ行きますわよ。えい、来た来た来た。せよ、かの意を打ち抜け。行きますわよ。行きますわよ。デイ、セヨカー。力が溢れてくる。これで決める。助かりますわ。ありがとう。
思いっきり力とはこう扱うのです。いっぱい やってやる。うっはぁ、痛いの行くわよ。これで終わりか。ほとんどやっつけたかな。もう大丈夫だよ。みんな怪我はない？はい、大丈夫です。助けてくれてありがとうございます。あなたたちは誰？なぜこんな砂漠の中にいるの？自己紹介がまだだったね。私はマトイ、スターゲート隊というチームのリーダーをやってるの。これはイオ、ちょっと前にこの世界に来たばかりなんだ。この前ようやくスターゲート隊に合流できて、今は一緒にやってる。よろしくな。マトイさんにイオさんだね。私はジゼル、よろしく。私たちある人を探してこの砂漠に来たの。リリーバ族のみんなに道案内をしてもらってたんだよ。リリー。そしたら数日前に空から真っ赤な光が落ちてくるのを見たの。何の光だろうってこの辺りを探索してたんだ。ああ、それ私たちです。え？あんたたち宇宙から来たのか？一体どういうことなんだ？それは、お腹が鳴っちゃった。もしかしてお腹が減ってるのかな。実はすごく減ってるんです。水も食べ物もなくなっちゃってそうだったんだ。安心して、お水も食べ物もたくさんあるよ。それじゃご飯を食べながらお話聞かせてもらおっか。やったー、ご飯だご飯。やれやれ、なんとか助かったみたいね。ご飯おかわり、お水もおかわりご飯もお水もたくさんあるからいっぱい食べてね。それにしても、まさかみんながユリシスたちの仲間だったなんてびっくりだよ。私たちこそ、マトイさんが前はエアロにいたって聞いてすっごくびっくりしたよ。マトイさんたち人探しをしてるんだよね。こんな砂漠で一体誰を探してるの？私たちスターゲート隊は元の世界に戻る方法を探してるんだけど、この砂漠で私たちの世界から来たとある人を見かけたって話を聞いたの。名前はルーサー。ジゼルさんたち知ってる？ルーサー？ミラベル知ってる？知らないわ。つまりあなたたちは仲間を探してるってわけね。よせよ、あいつは仲間なんかじゃない。放っておくのは危険というか、この世界に影響を及ぼしそうで心配なの。そのルーサーが砂漠の遺跡に向かったのを目撃したリリーパ族がいてさ、それでスターゲート隊のみんなで手分けして遺跡を探して回ってたんだ。それでリリーパ族のみんなに案内してもらってたんだね。そうだねえ、私たちも探すのをお手伝いしようよ。あなた急に何を言い出すの？満腹になった途端突拍子もなく。いいじゃない、助けてもらったんだしねえ。戦士さんいいでしょ。でも私たちだけじゃまた砂漠で迷子になっちゃうかもしれないよ。それならマトイさんたちと一緒に行動する方が安全じゃない。相変わらず強引な理屈ね。まあ一
一理あると言えなくもないけど。それじゃあ決まり、まといさん、イオさん、お手伝いします。まといさん、どうする？うん、手伝ってもらおうよ。たくさんの人で探す方がいいと思うし。そう言うと思ったよ。それじゃあみんな、よろしくな。うん、よし、頑張るぞ。ここをまっすぐ南に進むと目的地の古代遺跡があるんだ。そこにはかつての古代文明の末裔の人たちが住んでるらしくてさ、ルーサーならいかにも興味を持ちそうだし、ある意味本命の場所だと思うんだ。ふん、そうなんだね。私もその場所すごく興味ある。うん、実は私たちもそうなんだ。もしかしたら私たちが元いた世界のことがわかるかもしれないからね。どういうこと？あなたたちの世界と古代の遺跡に何のつながりが？多分だけど、大昔この星に私たちの世界の人が来たみたいなの。だから古い遺跡に行けば私たちの世界のことがわかるかもしれないなって。元の世界に戻るヒントも見つかるかもしれないってわけさ。なるほど、そういうことだったんだね。ところであなた、私も戦士さんって呼んでいい？それじゃ戦士さんって呼ぶね。あなたと話してるとなんだか不思議な感じがする。私たちの元いた世界の人たちと同じような、そんな雰囲気があるの。着てる服も元いた世界のものにすごく似てるしな。それにマグも連れてるしね。そういえばユリシスもマグを連れてたっけ。マトイ、イオ、あなたたちに会えたことはマスターにとっても有益なものになるでしょう。あなたたちと共にした行動は私が正確に記録しておきます。いいよ。このマグも私たちのことに興味あるみたい。リリリリリリリ、マトイさん、エネミーの気配だ。リリーパ族たちも興奮してる。うん、わかった。ジゼルさん、戦うのを手伝ってくれる？もちろん、一緒に戦うよ。よし、感じる。そこ、行きますわよ。ステイ。いった。そんな、かの意を打ち抜け。行きますわよ。ステイ。そんな、属性の力が満ちました。サジタリアの誇りにかけて。ブラスト、ブラスト。終わりにしましょう。元気になれ。助かりますわ。本気見せてやる。ルールもそろそろだと思っていた。かの意を打ち抜け。行きますわよ。ステイ。属性の力が満ちました。行くわよ。さあ、そろそろだね。一丁暴れちゃおうか。弱肉強食だ。
さあ行っておいで。これはどうだ、覚悟しろや。行くよ。まだまだ。痛いの行くわよ。決めさせてもらう。くらえ、死ぬ。俺様がライナーよ。もう我慢できない。そう、一丁暴れちゃおうか。ついやあ、俺でどうだ。くらえ、死ぬ。うるせぞ。俺まだまだ。ほらほらほら、ついいやあ、俺でどうだ。くらえ、死ぬ。うるせぞ。俺まだまだ。目にもの見せてやんね。交代。せい、そこ行きますわよ。生存できたことを喜びます。なんとかエネミーを討伐できたな。もう他にはいないみたいだ。リンジーさんだったっけ。あんたなんで戦わないんだ。ジゼルたちから聞いただろう。私はこいつらの仲間じゃない。こいつらの指揮系統の下で戦うのはキャンシードの軍人として拒否している。この世界にも結構複雑な事情があるんだな。リンジー、あなたまさかこの人たちに武器を向けるつもりはないでしょうね。それはない。我々が交戦しているのはあくまでもレオリア帝国と白妖騎士団のみ。スターゲート隊なる組織とは手を組む理由も対立する理由もないからな。あなたも水と食料を分けてもらったんだから、もう少し愛想よくしてもいいじゃないの。まさかお前に愛想のことで文句を言われるとは思わなかったな。ほらみんな、古代の遺跡が見えてきたよ。あの遺跡は砂漠の地下に広がってるらしい。早速中に入ってみよう。すごい、砂漠の地下にこんな場所があったなんて。砂漠の地下か。惑星リリーパの探索を思い出すな。そういえばあの星の地下にもさっきみたいな気候種のエネミーがいたね。この遺跡の奥には何がいるのかな。何今の音は。わからないけど、だんだん近づいてくる。この大きさ、これはかなり大型のエネミーだぞ。これはただのエネミーじゃない。多分この世界ならではの存在。イドラか。みんなイドラが来るよ。こっちもイドラになって戦おう。
丈夫よ。今のイドラは何？わからない。初めて見るイドラだった。あのイドラの継承、もしかしてルドゥのイドラを倒すとは。お前たちやるな。誰？お前たちの腕に免じて名乗ってやる。ルルテミアだ。はじめまして、ルルテミア。あなたここに住んでるの？なれなれしいやつだな。聞きたいことがあるなら先に名乗るのが礼儀だろ。あ、ごめんなさい。そうだよね、自己紹介が先だよね。私はジゼル、こっちはミラベル、そして戦士さんとマグノニュー。私たちは白陽騎士団に所属してるの。私はスターゲート隊のマトイ。俺も同じくスターゲート隊のイオだ。私はキャンシード公国軍少佐リンジーだ。無断に侵入した非礼をお詫びする。ちょっと待て。なんとか騎士団になんとか隊にキャンシードの軍人？なんでそんな連中がごちゃ混ぜに一緒になってここに来たんだ？それは私たちの複雑な事情をとても一言では説明できないわね。なんだか怪しい連中だな。女王様！女王様！女王様！こんなとこにいたんですか？探しましたよ。うるさいな、イヘルマ。ルルのことは構うなっていつも言ってるだろ。そんなわけにはいかないですよ。午後のお勉強の時間なんですから。勉強は嫌だ。ルルは地上の探検に行くな。女王様が勝手に出歩いちゃダメです。私と一緒に戻ってください。女王様って、あなたここの女王なの？女王様、この人たちは？わかんない、怪しい奴らだ。でも強い。ルルのサジタリウスを倒した。女王様のサジタリウスを？それはただものじゃありませんね。あなたたち、このサジタリアの地下利休に何の用ですか？イヘルマ、一応お前も名乗れ。ルルはこいつらに名乗れと言ったしな。そうでした。名乗るのが遅れて失礼しました。私はイヘルマと申します。女王様のお世話係を務めてます。女王様、こういう性格ですから、もうお世話係の仕事は大変で大変で。何もそこまで自己紹介しろとは言ってないだろ。ルルテミア女王様にイヘルマさんですね。さっきは失礼しました。外見的特徴から推察するに、二人の種族はノームとマキナと思われます。こんなに小さい子なのに女王様なんだな。お前聞こえたぞ。ノームなんだから小さくて当たり前だろ。イヘルマ、こいつら倒しちゃうぞ。お前も力を貸せ。そんな、お客人を攻撃なんてできませんよ。客人とは限らないぞ。盗掘者かもしれないし、ルルをさらいに来た人狩りかもしれない。なんですって？盗掘者？女王様をさらいに来た人狩り？そんな奴らは生かして返せねえな！待ってください。私たちそんなのじゃないんです。女王様、そしてここサジタリアを守るのがこのイヘルマの使命。そうだ、イヘルマ、ルルと一緒に戦うぞ。御意、女王様の敵は殲滅あるのみ。
打ち抜け。金が信念せそこでしょ。これがルルの力だ。レイハエレメンタルブラスト、いきます。おめでたい効果ですよ。よきに計れ。行くぞ。止まれ。会社そこの一人行くわ。しようか。これで決めるか。行くよ。続けあげます。ああ汗かいちゃった。こいつらかなり強いな。イヘルマ油断するな。よい、騎兵の援軍を要請。ちょっと待ってください。私たち敵じゃありません。私たち、とある人を探してここに来たの。ルーサーっていう人なんだけど。ルーサー？お前たち、ルーサーの知り合いなのか？ルーサーを知ってるの？ああ、しばらく前からここに滞在してる。我がサジタリアの客人だ。なんだ、ルーサーの知り合いなら怪しくはなさそうだな、イヘルマ。私、うっかり早合点して戦闘モードになっちゃいました。イヘルマには戦いになると性格が凶暴になる戦闘モードが搭載されてるんだ。かつての新人時代から伝わる私のマキナとしての機能なんです。まるで別人のようだったよな。リサさんみたいだ。もしかしたらかつての新人たちがそれを意識して設計したのかもしれないよ。ところで、ここはどこなんですか？ここは、かつてこの地に栄えた王国、サジタリアの地下離宮です。サジタリア王家の血を引くのが、ルルテミア女王様。正当なる非属性、サジタリウスのゾニアートなんですよ。正当な、非属性のゾディアート。しまった。そうと知っていれば、リンジーを連れてきたのは失敗だったわ。地下離宮ってことは他に本物の王宮があるんですか？いや、ない。ここがずっと代々の王家の住まいだ。遥か昔、サジタリアはかつてのレオリアと大規模な戦争を行いました。その戦争にはイドラだけでなくダークファルスまで投入されたんです。そのダークフォルスによってこの地は焼かれ、サジタリアは壊滅しました。それ以来王家はここ地下にあるかつての離宮で代を重ねてきたんです。そうか、地上の砂漠だった場所にはルルテミアさんのご先祖様が住んでたんだね。そういえばお前たちはルーサーの知り合いだって言ってたな。うん、そうなの。ルーサーはここにいるの？ルーサーは客人としてここに滞在してる。あいつ変わったやつだな。ここの歴史を知りたいと言ってフラッとやってきた。それ以来ここの図書館に入り浸ったり遺跡の奥を調査したり忙しそうだ。間違いない、ルーサーだな。ルルテミアさん、ルーサーに会わせてもらえるかな？ああ、もちろん。後で案内してやろう。それには及ばないさ。その声は？何の騒ぎかと思って来てみれば、まさか君たちだったとは。僕以外にオラクルから来た者たちとこの地で出くわすなんてね。この人がルーサー？どうやらそのようね。マスター、気をつけて。
彼は油断ならない存在よ。おや、君はもしかして。これは驚いた。かつての古代文明の地で聖騎士と出会うとはね。君もこの星の真実を知るためにここに来たのかな。興味深い偶然だね。この星の真実？そう、この星の歴史はダークファルスと共に刻まれてきた。かつてダークファルスに滅ぼされたこの地にはこの星の過去が存在し、同時にこの星の未来につながる鍵もまた存在している。世界が再びダークファルスに滅ぼされるか否か、君たちも知りたくないかい？